北海道コンセンの優れた牛乳、乳製品。酪農家の努力と高付加価値化。大学を卒業後、サラリーマンで順調に出世コースを歩んでいた伊藤さん。転機が訪れたのは30歳の時。酪農家と消費者の新たな交流の道を探しています。前にある家畜動物園を含めて、家畜と食のつながりと、あと人とのつながりを広く伝える活動をさらに進めていきたいなというように思っています。井口さんは動物医薬品関係の会社を経て、農業改良普及員として白糠に赴任しました。株主が酪農家という珍しい事業形態の酪鶏舎を設立しました。でもとりあえず僕らができる最大のことは、本当に美味しいチーズを作り続けることだと思います。貝野さんは自らの手で搾った牛乳をスイーツに加工し、販売までを手掛ける独自産業化を実践しています。自分たちの作ったものをお客様に提供して、お客様の美味しかったとか、そういう顔が見れるのが楽しさというか楽しさですね。美味しいコンセン牛乳を飲んで食べよう。北海道コンセンの優れた牛乳、乳製品。毎日を新鮮にするミルクライフ。